そしてその中でチームそして選手たちともコミュニケーションを取りながら、まずはパフォーマンスファーストというところで、選手がどのように活躍していけるか、選手の力を最大限発揮できるというところを常に考えながら私たちは計画を立てています。そういったところでも、このフェアというところに関しましては、まずは例えば基準を作るというところ、今オリンピックの基準やナショナルチームに入る基準、アジア大会とか世界選手権の基準というのも私たちの方で考えていきますが、どの選手も、日本の何百人っている選手たちも頑張っていった先に必ずそこまでつながっていく道をこう、示していきたいというふうに思っています。もちろんナショナルチームに入っているというのはもう大前提ではありますけれども、このシーズン途中でも入っていけるようなところ、そういったところで日本全体がちゃんとやる気を持ってやっていきたいというふうに思っています。これまでもスキー連盟としてたくさんの選手をサポートしてきたと思います。そして今年からですね、この長期育成とか継続強化というところを特に考えてやっていっているところです。選手っていうのはなかなか調子いい時も調子悪い時もあったりしますけども、ずっとこの頑張ってきている選手たちが何年後かに向けて強化していけるように、そして若い選手たちは特に次の未来に向けて1年で強化が終えるんではなくて、2年3年と継続強化をすることによって、ちゃんと日本チームの土台となって世界に羽ばたいていってくれるんじゃないかなと、そういったところから私たちは選考方法を変えたり、大会への派遣方法を変えたり、そんなようなところをやっているところです。まずはその世界選手権に向けては、特にトップチーム、ヨーロッパベースのチームが主になっていきますが、このヨーロッパベースのチームたちはもうすでに5月6月のところでオーストラリアに行って、そして8月にはニュージーランドに行っても活動をすでに始めています。このあと9月の12からスイスの方に行ってセールデンに向けた合宿、そこからセールデン、その後北欧等に行ってスラロームの開幕戦とか、そういったところに入っていくかと思います。世界選手権に向けてはもうすでに基準を切って世界選手権に出れるような選手たちもいますから、そこをしっかりとぶれず、そこに向けて選手たちは活動していますし、そうなると年末も日本には帰ってこないで、ずっとヨーロッパで調整をしながらずっとワールドカップに回っていくような形になっていくと思います。エミリーというコーチなんですけども、主に GS の方も担当していきます。で、彼が入ることによってですね、このスラロームの開幕戦とか、そういったところのフィンランド、やっぱそこのどのように初戦を迎えるかというのはとても重要なので、彼の力はすごく重要だと思っています。そして彼は去年までスイスで活動をしていたりとか、フィンランドだけじゃなくてスイスでの活動経験もありますし、彼自身もヨーロッパで戦っているトップにいた選手ですから、選手としての感覚、そしてスイスの考え方、フィンランドでの育ってきた時の考え方、そういったところもありますから、とても日本チームの力になると思ってます。はい、オリンピックでまずはメダルを取っていくというのはもう長年の夢というか、もう絶対に成し遂げたいところになってきます。初出場でオリンピックでメダルを取るというのはなかなか難しいだろうなと思う中で、やはり何度も経験をして3大会ぐらいかかるのではないかというふうに私たちは長期的なビジョンで考えています。この経験というところでは、安藤選手も小山選手ももうすでに1回経験しています。安藤選手は2回経験していると思います。そういう経験をしっかりと彼ら自身がまず自分の経験として生かすこと、そしてその経験をもとにチーム内でも共有することによって、例えば初めて出る選手も本当にもうゼロからのスタートではなくて、少しそういった感覚の中でスタートしていけるんではないかなというふうに思ってます。もちろん、次のオリンピックでメダリスト、そこまでいければ本当にいいことだと思いますけれども、チーム全体としては10年ぐらいの計画、そして選手個人個人にはもうその時にしっかりと最大限のサポートをして、選手が最高のパフォーマンスとして最高の成績を収められるように今考えているところです。でもなんかこう今日はあれですね、ジャパンチームがなんかジャパンチームが久しぶりにこういう皆さんの前で選手たちがお話をして
でやっぱりこうフェイス2フェイスでやれるってすごくいいですね。僕が昔やってた時はザウスでこういうイベントがよくあって、でキックオフみたいな感じであったんですけど、なんかこうね、現場で選手を見てるじゃん、暑いよ。スタートに私は課題があります。セールスポイントになっています、課題がなんですけど、まあそのスタートに課題がある分、ゴール前は結構こう徐々に後半型というところで、追い上げが私のセールスポイントかなと思うので、後半の追い上げを、に注目して応援していただけたらすごく嬉しいなと思います。かなり上半身は鍛えたので、このオフの期間に、そうですね、基本的にはウェイトトレーニングを行ってっていう形です、はい。まあ、ヨーロッパのチームもその毎日滑ってるわけじゃなくて、過去は、キャンプっていう形で、まあ、月に1回キャンプとか、多分1週間山に上がったりだとか、多分その程度けど、やっぱりその長く期間が空くことがないので、日本人と違って、やっぱり僕らはどうしても4月にシーズン終わったら次滑るのが早くても8月で、そこに4ヶ月空いてしまうので、まあ、やっぱそこはちょっとそこのラグっていうのが大きいかなと思って、今シーズンは7月の方に1回ヨーロッパ雪上行かしてもらったんですけど、そこに関してはやっぱり強みかなとは思います。コーチみんな知ってるので、まあ、ただその向こうも練習のペースがあって人数も多いしっていうところで難しい場面ももちろんあるんですけれども、どこでやるとかどのスキー場がいいとかっていう情報を取るっていうところに関しては問題なくできるっていうところは、まあ、その強みかなというふうには思ってます。友達という感覚で気軽に電話できる仲間がいっぱいいるっていうところは本当に言っていて手にしたつながりかなと思います。まずニュージーランドもアメリカチームのスタッフがこう総入れ替えになって、でヘッドコーチ知り合いだったので電話をして、まあ、合同ですることになったんですね。でそこにいたのが、まあ、アメリカチームがもともと投資というか支援をしてたスキー場に、ルーカス・ブラーテン復帰してきたとヒルシャーと、まあ、もちろんアメリカとヒルシャールーカス・ブラーテンと日本チームっていうこの4カ国っていう合同だったんですね。でこれもつながりがあったからっていうラッキーな部分であるんですけれども、でここで、まあ、練習をして、それブラーテンも復帰、ヒルシャーも復帰っていうところで、まあ、練習できたのはすごい良かったですし、まあ、実際にヒルシャーが、まあ、滑ってたんですけれども、まあ、復帰長い間練習をしなくて復帰っていうところなので、まだ滑り的には全然ワールドカップのレベルにはまだ行ってないなっていう印象なんですけれども、やっぱりサポートのチームであったりとか、スキーメーカーバンデアのサポート体制っていうのはすごいもう見るからにしっかりしていて、でかつスキーとブーツのテストも同時に進行していたので、現状の滑りを見てどうなるっていうのは全く言えないなっていうところが正直なところで、スキーブーツも30足持ってきてて1ヶ月のために、なんでこれがいいセットアップになっていくと同時に、まあ、そういう強い選手と練習していって、彼の昔の感覚であったりとかそういうものが戻ってきた時にはすごい脅威になるんじゃないかなというところは感じました。全日本スキー連盟のスポンサーを務めております株式会社エーブルの高田でございます。こんにちは。今こう世界的な温暖化の影響で雪不足になっているというところもあって、まあ、トレーニング環境もかなり限られているというふうに伺っております。その中でも全日本の男子チーム女子チーム雪上のですねトレーニング時間を稼ぐために一生懸命活動されておりますので、まあ、あとその影響で、まあ、高速系のトレーニングがなかなかこう厳しい環境だというふうに伺ってますので、まあ、そういったところも今後どういった形でトレーニングにこう専念していけるんだろうなというのはこう我々としても注意深く見ているような状況です。
やっぱりこうスノースポーツ、スノーアスリートってとてもこう、雪上で戦う姿っていうのはとても美しいなというふうに思ってまして、でやっぱりその、まあ、どんなスポーツでもそうでしょうけども、まあ、世界の頂点を目指して皆さん頑張ってるわけですよね。で、まあ、その中でも、まあ、私自身も、スキーの経験者ということもありまして、スキー種目あるいは、まあ、スノーボードも含めてですね、スノーアスリートを応援しているというような状況です。